山口県周南市には新卒者や求職者を対象としてものづくりを中心に地元企業の人材ニーズに即した職業訓練を行う東部高等産業技術学校があります。この学校の7つの訓練科について紹介していきたいと思います。自動車整備科では2年間で基礎から2級自動車整備士取得までの技能を学びます。今訓練生が作業しているのはエンジンの電子制御装置を学ぶための訓練です。就職については多くが自分の希望する企業に就職することができています。自動車に興味がある人にとってはいつも車に触れることのできるとても魅力的な職場に就職することができるのですね。設備システム科では2年間で空調や水道、電気などといった設備の設計、据え付け、保守点検に関する知識や技能を学びます。特に最近重要性が再認識されている生活環境の衛生に大きく関わっている分野であり、また産業活動を支えている分野でもあります。設備システム科では配管技能検定や電気工事士などそれらの仕事で役立つ多くの資格を取得するための訓練もしているのですね。機械加工科では1年間でこちらにあるような交差機械と呼ばれるものを使って金属の塊を削って工業製品を作り出すことを学びます。 0.01 ミリの精度でスマートフォンや車などの部品を加工する機械加工の技術は地元の製造業の企業様から求められており、この技術の習得を目指して日々の訓練を行っています。また終了間近になるとこちらのようなエンジン模型の製作を行いますので、思い通りに動くものが作れた時には最高に楽しいですよ。機械加工科では 0.01 ミリ単位の精度でスマートフォンから電車に至るまでいろいろな機械の部品などを製造する訓練を行っているんですね。溶接技術科では1年間で溶接技能の基礎に加えて応用的な技能も習得いたします。訓練生は習得した技能を生かし、将来地域のプラント、車両、造船、建築などの産業界において幅広く活躍できることを目指しています。また最近は女性の訓練生の入校も見られ、今後は彼女たちの活躍にも期待を持てます。溶接作業は体力勝負と想像していましたので、女性の訓練生がおられるということには驚きました。メカニカルデザイン科では1年間で機械設計の基礎知識、製図の技能を学びます。2次元 CAD では部品を手書き作成していた製図をそのままコンピューターで支援しています。正面、平面、側面で描き、技能を習得します。3次元 CAD では、部品モデルを3次元の立体形状で描き、技能を習得します。資格取得についても、CS 試験、CAD 1級など、就職先の業務に役立つ資格が習得可能です。興味のある方は、ぜひチャレンジしてみてください。メカニカルデザイン科は、コンピューターを用いて、機械の設計や製図の訓練を実施する訓練科で、入校希望者が多くて大変人気があるのですね。造園科では6ヶ月で基礎的な造園技能の習得と現場作業で必要な資格を取得し、早期の就職を目指しています。学科で庭園様式や造園技法を学んだ後、造園実習や庭園管理実習などの実技で技能を習得していきます。また小型移動式クレーンなどの資格のほか、4月入校生は在学中に造園3級の技能検定の取得も目指します。造園科では短期間の訓練で庭作りの技法や維持管理技能を学ぶんですね。
CAD CAM 短期コースではものづくり企業で使われるデジタル技術の基礎的な知識・技能を学んでいます。ものづくり企業にはものづくりをするための共通言語である図面、さまざまな加工方法、加工したものを検査する測定方法、製品とともに提出する各種書類、そして事務と業務内容があり、その一部を訓練として実施します。 CAD CAM 短期コースでは生産現場でマルチに活躍できる人材を養成されているのですね。7つの訓練科はそれぞれ定員が10人から20人ですので、必然的に指導員との距離感が近く、指導員は訓練の習得状況のほか、就職や進路などのさまざまな相談に乗ってくれます。また各訓練科では多くの資格を取得することができます。例えば自動車整備科では2級自動車整備士やフォークリフト運転やガス溶接などの資格が得られます。高校等卒業見込みの方は在籍する学校へ、その他の求職者の方はハローワークへご相談ください。例年春夏秋冬の4回開催し、学校紹介や体験訓練などを行っています。オープンキャンパスだけでなく平日でも随時受け付けていますので、事前にお申し込みの上お気軽にお越しください。はい、あります。日程は年度によって異なるため、学校のホームページ、あるいは直接学校にお問い合わせいただくなどしてご確認ください。自動車整備科と設備システム科は年11万8800円の授業料がかかりますが、その他の訓練科は無料です。なお教科書代や訓練服などについてはすべての科で実費を負担していただきます。学校では就職支援担当者などによる訓練生一人一人に寄り添ったきめ細やかな支援を行うとともに、無料職業紹介所としてハローワークと連携したサポートを行っています。東部高等産業技術学校では専門的・実践的技能を持ったスペシャリストの育成をしており、ここで身につけた技能はきっと皆さんの強みになります。本校で学び、ものづくりのスペシャリストを目指しませんか？お待ちしています。